作戦本部からの緊急指令により、諸君らには国境付近の強行偵察に向かってもらう。 B7R と呼ばれるこの国境空域は現在ベルカの強固な制空権下にある。作戦空域内には敵の強力な航空部隊が配備されており、強度の地盤による通信混戦も確認されている。戦闘には非常に困難な場所ということだ。膨大な地下資源が眠るこの B7R においては、イニシエの時代から多くの血が流されてきた。敵航空勢力とのコンタクトを認めた際の交戦は許可する。諸君らの実力が試される時だ。ベルカ絶対防衛戦略区域 B7R、 通称円卓。俺たち戦闘機乗りに与えられた部隊、そこには上座も下座もない。条件は皆同じ。所属も階級も関係ない。制空権をめぐって各国のエースが飛び交う場所。生き残れ、それが唯一の交戦規定だった。各部隊へ、こちらイーグルアイ。 B7R に侵入し周辺の状況を探れ。頼むぞ。了解。俺たちにお似合いの場所の任務だ。レーダーに敵性反応、警戒せよ。
新たに捕捉。本作戦の成功でベルカの目を欺くことができた。諸君らの活躍には作戦司令本部も注目を示している。